次に大規模工業事業と施設管理運営のあり方について質問します。一つ目は、下水道事業特別会計についてです。三谷川流域の浸水対策を下水道事業で実施するとの方針が示されましたが、事業費はどの程度になると見込んでいるのか説明を求めます。またこの事業は下水道料金に転嫁すべきではなくて、全部一般会計で負担すべきと考えますが、見解を伺います。来年度予算案では、この雨水対策事業費は一般会計からの繰り入れ金で計上されていますが、これで一般会計で負担したというのは問題です。下水道会計は従来からまず歳出を計上してから、歳入として料金収入を当て、不足分を一般会計から振れるという形態になっています。そこでどんな問題が発生しているか見ると、借金返済の6割は国の交付税で財政需要額に算定されるんですが、予算案では利子返済金に一般会計の繰り入れ金は全くなく、元利合わせても返済金額3億2681万円に対して、一般会計繰り入れ金額は1億4742万円。返済額の 45% しかなってなく、6割を繰り入れるならば、1億2154万円も少ないんです。つまり、見かけ上は、雨水事業費を一般会計で補填しているようになっているのに、実際は一般会計繰り入れ金の繰り入れ総額金は何も変わらず、内訳を変えただけになっているんです。こうした予算計上方式では、雨水対策が一般会計で負担しているかどうか検証できないんです。そこで、雨水事業は一般会計で負担すると言われるんであれば、この指摘した問題をどのように解決するのか、見解を伺います。もう一つの問題は、平準化債として2億5000万円の借金返済を先送りすることです。これは一般会計負担を軽く見せかけ、利子負担を増やすだけなので、私はこれはやめるべきだと考えますが、見解を伺います。水道事業でも、リゾート開発のための負担を料金に転嫁して、市民負担を増やしましたが、今度は浸水対策のために下水料金に転嫁する危険があり、こうした大規模公共工事のために市民負担を増やすことはやめるべきです。私たちは類似団体と比べても下水道事業特別会計への一般会計の繰入金は少なくて料金値上げは必要ないこと、どんぶり会議を改めて繰入金の考え方を明確にすべきと指摘をして値上げに反対しましたけれども、改めて上下水道料金制度協議会を開催して再検討すべきと考えますが、市長の見解を伺います。二つ目は、三谷川と大連寺川流域の浸水対策についてです。三谷川の浸水対策は、緊急、暫定、恒久の三段階で進めるとの計画が示されました。浸水被害の住民からは、新体育館の工事の前に、この水害対策をすべきだという声を聞いています。そこで、それぞれの対策の完成時期と事業費の見込みについて説明を求めます。また、福井県事業である大連寺川の浸水対策も、暫定と恒久の2段階で進めるとのことですが、完成はいつになるのか、新体育館建設工事に間に合わない場合はどうされるのか、市長の見解を伺います。三つ目は、新体育館建設問題についてです。これまで示された事業費には、用地費が含まれてなく、土地鑑定をしないとわからないと説明をされてきました。そこで、この土地鑑定の結果について説明を求めます。また、鑑定結果を守って用地交渉する考えに変わりはないのか、市長の見解を伺います。2月に、計画の修正案が示され、山を削る造成事業費は約2億円縮小したのに、今度は長山トンネル上部の砂防工事が増えて、結局事業費は縮小されていません。市長はこの砂防工事は福井県に要請すると答弁されてきましたが、なぜ勝山市が実施をするのか、さらに砂防工事費の負担を福井県に求める考えはないか、見解を伺います。
維持管理費の問題では、議会でも人口がさらに減少することを真剣に考えて、将来の費用負担を最小限にすることが必要で、例えば、教育委員会の担当課で管理することや、勝山公民館を併設して管理すること、さらに、冷暖房などの維持管理費を削減する提案も出されています。そこで、人件費を含めた管理費削減のために、どのような対応をされるのか、見解を伺います。現在のこの昭和町案は、場所が悪くて事業費が増え、しかも国の財政状況から、交付税での補填も危うくなっており、実質的な勝山市の負担額で比較すると、この総合公園事業を活用しても決して有利になるとは言えません。議会では、中学校再編で、例えば中学校1校にして、新校舎を建設すると場合、新体育館に30億円以上も使うと、この中学校再編の事業費が確保できない恐れがあり、早急に中学校の設置場所や事業費を考慮した複数案を提示すべきとの意見が出されました。また、この新体育館を学校体育館と併用して整備すれば、用地費などの費用も削減でき、実質的な市民負担がほとんど変わらず、利用価値も高くなり、維持管理費も少なくなるなどの意見も出されました。私たちは、小中学校の再編には賛成ではありませんけれども、長期的な使用に立つなら、予断を持たずに、考えられるすべての提案を丁寧に検討することが必要だと考えますが、見解を伺います。次は夢折れについてです。来年度予算案では、運営費が約4300万円で、国の補助が減って、勝山市の負担が増えています。いつまでこんな運営費を支出し続ける考えなのか、見解を伺います。また、来館者は年間10万人を超えたとされていますが、飲食物販業務の委託料が267万円で、施設内店舗でも赤字で独立採算さえできていません。市街地に誘客すると言われますが、館内でお土産を販売しているのに、市街地で何を買うのか。購買効果はどれくらいあるのでしょうか。来年度予算案では、観光誘客事業は数多くありますが、観光客が地元で消費するための仕掛けが見えません。私たちは、夢折れの事業効果と事業目的、運営形態の行方について再検討すべきだと考えています。運営検討委員会で再検討されるとのことですが、いつ頃検討結果を示すお考えか説明を求めます。次に、市民の英知を結集して市政運営をする取り組みについて質問します。勝山市創業計画の策定にあたっては、議会でも特別委員会を設置し、行政も市民アンケートを実施するなど、できるだけ市民の声を反映させる努力をしてきました。来年度は、平成20年度から10年間の新しい行財政改革の計画を策定するとされています。私たちはこの計画の策定にあたっても、市民の英知を結集することが必要であり、これまでの行財政改革そのものも評価も含めて、過去の延長線上でない計画づくりが必要だと考えています。そこで今回は2つの問題について質問いたします。私たちは、行財政改革の策定のためには、必要な投資的事業の概算事業区を明らかにする。さらに、限られた財政で年度計画を立てて予算化する。このことを明確にすることが必要と考えています。限られた財源で、どの事業を優先するのか、どの事業にどれだけの事業費が当てられるのか、こうした検討しないと、行財政改革は、大型事業で失敗してしまいます。先ほどいくつかの事業についても、概算事業費と実施時期について質問しましたが、この他にも、総合的な危機対策などの概算事業費も早急に示すことが不可欠です。そこで、この新しい行財政改革計画の策定のために、いつ頃までに総合計画で位置づけた必要な投資的事業の概算事業費を明らかにする計画か、見解を伺います。二つ目は、行財政改革というと、これまでは正規職員数を、賃金を減らすとか、
受益者負担だと言ってサービスを削って負担を増やす。その一方で大規模開発を推進して失敗したら負担は市民に押し付けてきました。実際勝山市でもリゾート開発が影響して水道料金が値上げされ、下水道料金も一般財源負担を減らすために値上げをされ、来年度は国保税、介護保険料の値上げ、2年後には後期高齢者医療制度の値上げも予想されています。その一方で、夢折れの運営費は年間4300万円、新体育館には30億円以上投入して維持管理費も増加の危険があります。市民の方々からも、優先順位の判断がおかしいという声があります。私は、行財政改革の基本目標として、大規模事業のために市民生活を犠牲にすべきでないことを明確にすべきだと考えます。そこで、行財政改革は何のためにするのか、その基本目標についても市民と一緒に再検討すべきと考えますが、秘書の見解を伺います。もう一つは、年度ごとの予算編成にも市民の英知を結集することが必要だということです。総合行政審議会で事業評価していますが、予算要求から予算査定まではブラックボックスになっていて、どうなっているのかわかりません。私たちは現在の PDCA サイクルの最大の弱点は、行政による評価や査定そのものをチェックすることができていないことだと痛感しています。もし予算要求から予算査定までを公開し、意見を聞いて反映させれば、さらに充実した予算案が作成できると思います。こうした視点と対策は、全国の自治体でも広がっており、埼玉県秩父市や蕨市などでは、この予算要求から予算査定までを公開して、意見を求めるという改革を実施されているようです。そこで、勝山市でもこうした取り組みをする考えはないか、市長の見解を伺います。もう一つは、現在の PDCA サイクルは、新規事業のチェックには十分機能しないという問題です。この問題でも、総務省が大規模事業に関しては、住民投票を実施するための法案を検討しており、私は単に賛否決するだけじゃなくて、複数案を提示して選択するという対応も有効だと考えています。そこで、勝山市でもこうした取り組みをする考えはないか、市長の見解を伺いまして、1回目の質問といたします。